ですね、夢の花のこうカバーバージョンつうかダンスバージョンみたいなののね、セルフカバーを作ってんですよ。アレンジをリミックスっぽいっつ感じですかね。で、ボカロのあのボーカロイド5っていうの Mac で使えるやつ俺持っててあんまり使い込んでこなかったので、それを使いたいっつのもあって、こう歌はボカロでね、あの入れてね、今作ってんですけど、まあショートですけどね、ショートっつうかワンコーラス分しかないようなやつだけど、まあアレンジの練習にもなるし、まあバックホーンをまたこう親しんでもらう機会にもなるかもしれないんで、こういうねちょっとダンスバージョンをねちょっと作ってて、聞いてみます。ちょっといきなし雰囲気ちっちゃい、音量ちっちゃいですけどね、軽く聞いてみますか。こんな感じ、結構良くないですか。なんかドラムのこう感じとかはちょっと80年代っぽいスネアとかをね、マニアックなんですけど入れて、なんすかね、ちょっと懐かしい感じっつうかに仕上げているわけですね。でね、このボーカロイド5の声はあの香りっていう声なんですけど、自分で結構プリセットいじってちょっと可愛めな声にねしてて、でしかも3声でハモってるんですよ。あのバックホーンのねライブとか CD だと3声ではハモってなくて、しかもハモのあの旋律も結構こだわってね作ったのでね、この歌だけこのハモ聞いてほしいんだな。ハモかも。これねピアノで聴くとね、旋律結構いいねっていう。もともと、CD のハモは誰が作ったのかな、まさしが作ったのかな。で、ライブだとまたライブバージョンで違うんですよ、ハモが。で、さらにまた違うハモをね、俺つけました、今回。なんつうのかな、もうちょっとコード感のある、もともとのやつよりコード感のあるハモにして、そう。というのをね、ちょっと制作中なのですよ。ベースとかも結構かっこいいんだよな。ベースとかも、あ、これじゃねえ、これピアノだ。こっちか。ベースとかも、ブリブリじゃねえか。こう、ちょっとこう懐かしい感じのベースっていうかね。懐かしいって言っても、俺80年代実際、あの80年代ほぼ記憶ないんですけど、音楽的ないいんすよね、80年代っぽいの最近ハマってて、微妙に。そうなんですよ、まあ、そんな感じですかね。はい、まあね、ちょっとこれをこう楽しみに、完成を楽しみにしといてもらえると嬉しいです。ありがとうございました。ちょっとまた一回かけてフェードアウトしていくか。